N クール1年間使ってみた正直な感想をお伝えします。どうもマサックです。これからの暑い季節にぴったりな布団のシーツニトリの N クールを約1年間使ってみた正直な感想をここでご紹介しますので、これから暑い時期にシーツを変えたいなという方、新しく買い替えたいなという方、その中でもニトリの N クールが気になっている方、果たして N クールを1年間ぐらい使ってみて冷たさとか持続するのかなとか、そういう風に悩んでいる方、気になっている方、こんな方にこの動画が届けば幸いです。髪切りました。ママうわってことで、実際に今使ってるこの俺の N クールがここにあります。これが N クール、見えるかな、見えるかな、見えるかな、 N クールっていうところなんですけれども、まず結論から言うと、約1年間使ってみてどうなったかっていうと、冷たさは個人的にそんなに感じなくなってきた。ちゃんとケアしないと毛玉が結構出るぞ。引っ掛ける部分のゴムの部分は意外と強くてずっと使い続けられるよ。故にコスパはいいので、やっぱり買ってもいいんじゃないかなって思えるところ、おすすめできますっていうところ、それぞれ一つ一つね深掘りしていこうかなと思います。まずニトリの N クールなんですけれども、 N クールって大体3種類ぐらい展開があって、普通の N クールってやつと N クールスーパーってやつと、今自分が使っている N クールダブルスーパーっていうね、3つぐらいでねシリーズが展開しているんですね。俺がこの買った N クールダブルスーパーっていうのが、 N クールの中で一番冷たい極冷感って言われるシリーズなんだよね。まあ、要するに一番冷たいシリーズになる。まあ、ひんやりする素材を使っていたりとか、この汗を吸収しやすい吸湿シートも採用されているとか、あとダニをね寄せ付きにくい素材使ってるとかね、そういったものもあるので、まあハウスダストとねダニのアレルギーを持ってる自分にとってもね、非常にそこの観点からもいいんじゃないかなと思って買ったんですね。で、大体1年が経ちましたっていうところなんですね。この N クール自体の紹介というのは別の動画に載せてますので、ぜひですねチャンネル登録してね、僕の別のその N クールの動画を見てみてください。で、その N クールのシーツ敷きパッドを今回買って大体1年ぐらい経ってきたので、この感想という感想をご紹介するよ。俺がどれくらいね、どんな使い方で1年間使っていたかっていうところをご紹介します。ね、人の使い方によってね、どれくらいね、まあ、劣化するとかね、使えなくなっちゃうとかね、汚くなるか綺麗になってるかとかってね、変わってくるので、自分が1年間どうやって使ってたかっていうのをご紹介しますね。基本的に2ヶ月に1回ぐらいは、ちょっと洗ったりとかもしてたりとか、干したりとかはするようにしてました。で、なるべく陰干しみたいな感じになってました。この N クールダブルスーパーっていうのが、2面性になってて、片方は夏用にひんやりする素材。裏側が、まあ、冬とかね、あの寒い時期とかに使えるように普通のちょっとね、普通の素材になってて、まあ、オールシーズン使えるような形になってるんですね。なので、夏のね、暑い時期とか、蒸し暑い時期とかは冷たい方で、冬の時とかは普通に裏返して違う面、冷たくない方をずっと使ってました。だからね、まあ、基本的には汚く邪気に扱うとか、なんか無理やり引っ張るとか、ぐるぐる回して、あーいみたいな、そういうことは全然してない。普通に、ごくごく普通に、どちらかっていうと丁寧にね、大事に使ってました。だけども、まあ、毛玉取りとかそういったものは一切使ってない。本当に、まあ、基本的な干すとか洗うとか、それぐらいだけの使い方でどれぐらいになったかっていうのをご紹介しますね。まず表面はね、こんな感じになってますね。ちょっとね、動画ね、F 値上げすぎてね、ちょっとね、ぼやけすぎて、ちょっと、ね、あんまり見えないかもしれないんだけれども、基本的にやっぱこのね、黒い毛玉みたいな。毛玉は結構ね、結構ありますね。なので、まあ、こういう毛玉が嫌だっていうのは、ちゃんとね、毛玉カッターとかで切ったりとかね、100円とかでね、100均とかでね、そういう毛玉取りとかあったりするんで、まあ、そういうのを使って毛玉を取る方がおすすめしますね。まあ俺もね、本当は毛玉取り使いたいんだけど、ちょっと今めんどくさがりなんでね、その上を買うことすら、やることすらもちょっと面倒な、めんどくさきに入ってるんで、まあちょっとね、このシーツは今そのままっていう状態になってます。あとこれですね、まあ見るとね、こういう糸のほつれとか、そういったものもやっぱ1年ぐらい使ってくると、まあ普通に使ってても出てくるようにはなりますね。で、続いてこの裏側ね、あったかいっていうか、まあ、冷たい方じゃない面のところなんですけど、そっちもね、やっぱ使ってると普通に毛玉とかは出てきましたね。使い勝手とかには問題はないけども、やっぱ見た目とかね、やっぱ白い僕は敷きパッドを買ったので、まあ、どうしてもね、毛玉とかは目立ちやすいかなと思います。その毛玉とか目立ちづらくしたいなっていう人は、その色違いのものとかを買ってもいいのかななんて思いました。で、続いてそのね、N クールの冷たさが1年間持続してるかどうかっていうところなんだけども、まあ、冒頭でね、言った通り、あんまりね、やっぱ個人の慣れなのかわかんないけど、あんまり冷たさっていうのは感じなくなってき
たかなとは思う。まあどうしてもね、今までずっと普通のシーツから N クールに変えた時、まあそれはね、やっぱ普通のと冷たいっていうのが売りのね、シーツに変えたわけだから、その冷たさにすごく驚いたし、やっぱお店とかで触っててもね、冷てーって思った。それはすごく感動したっていうのは覚えてる。ただ、その冷たいやつはやっぱ1年間ずっと続けてなんか使ってると、やっぱ人間慣れてくるものもあるし、繊維とか素材とかのまあ劣化とかもあるだろうから、まあ冷たくあんまり感じなくなってきたかなっていうのは正直なところあります。ただその N クールっていう商品がもともと涼しい環境とかでそのシーツとかを敷いた状態にしておくと、普通のシーツよりもより冷たく感じますよっていうところもあったりするから、まあ今ね、ジメジメしたこう梅雨の時期で今撮ってるから、そのジメジメしたところでエアコンもそんなにね、除湿とかしか使ってないから、冷房とか使ってないから、ガンガンに空間が冷えてるっていう状況でもないから、本来のその N クールの冷たさを発揮できていないのかなっていうところはありますね。まだね、その1年間だからやっぱね、夏のそのワンシーズンしか使ってないから、また夏がね、暑い夏がこう梅雨明けしてきた時に、あっちい時に冷房ガンガンのところで N クールのひんやりしたところを触ってみるとまた効果がね、感じられるのかもしれない。ただ、まあその1年間使ってみるとそれぐらいの物足りなさは正直感じてきたかな。買い替えてもいいかなっていう気持ちにはなってます。そしてこちら N クールの枕との相性。基本的にね、このシーツもそうだけど、この枕もまあ、ね、Twitter とかで大バズりしたニトリのね、ホテルスタイルっていう枕ですね。で、このシーツも N クールのシーツを使ってるんですね。この N クールのシーツの枕はまだ最近買ったばかりなんで、本当に触るだけですごいひんやりする。すごく冷たい。今ひんやり、ひんやり、ひんって感じになるんだね。だからこれがまだ買ったばかり、N クールは1年ぐらい経ってますってなると、やっぱこの冷たさはちょっとね、やっぱね、製品は違うと、まあ、その機能として同じなのかなと思えば、ちょっとやっぱ差はあるかななんていうのは感じますね。楽しくなってきた。今夜はカレーだ。あら。あら。せーお上品、天に突き上げる手のひら。はい、ということで今回はですね、まあ、N クールの敷きパッドですね、一番冷たいダブルクールを1年間使ってみた正直な感想というところをお伝えしました。もしですね、参考になったらですね、いいねですとかね、高評価ですとか、チャンネル登録よろしくお願いします。最近チャンネル登録1000人になってね、すごくね盛り上がってますんでね、ぜひ皆さんもですね、拡散とかねしちゃってくださいよ。それではまたお会いしましょう。さようなら。